こんにちは、ご機嫌いかがですか？本日はテイラー・スウィフトのお話の続きをしていこうと思っています。前回の動画ではデビューから2017年に発表したレピュテーションまでの歴史を紹介してきました。今回はその続きです。どのように生きる伝説になったか、皆さんもご覧ください。それでは早速行きましょう。まず2019年に発表したアルバムがラバーです。明るい色のジャケットで可愛らしいアルバムタイトルの文字、そして顔にハートマークをつけたテイラーが映し出されています。前作とは雰囲気が全く変わっていることは明確ですね。曲もポップで愛にあふれた感じが出ています。ラバーミー、クルーエルサマーと素晴らしい楽曲がたくさんあります。ところでこの頃の恋人って誰でしたっけ？私そちらの方面はあまり詳しくなくてすみません。プロデューサーはついにこの作品からマックス・マーティンはいなくなり、ジャック・アントノフがメインになっている作品です。ミーにはパニック・アット・ザ・ディスコのブレンドン・ユーリーが参加していて、マーチングバンドのリズムとかパニック・アット・ザ・ディスコっぽい雰囲気がありますね。あとクルーエル・サマーにはセイント・ヴィンセントとして知られているアニー・クラークも曲作りとギターで参加しているんです。セイント・ヴィンセントとの付き合いがあるのはちょっと意外な感じもします。で、クルーエル・サマーはなんと2023年に再ヒットします。ヒットどころか全米1位も獲得してしまいました。ツアーで歌われたことから注目が集まったそうです。テイラーの生きる伝説ポイントがここにもあります。ストリーミング時代のランキングのアメリカンドリーム、クルーエルサマーのランクインはストリーミング時代だからなのかなって思いました。ストリーミングで注目されてランキング上位に入るという例は実はテイラーの前にもありまして、ケイト・ブッシュが1985年に発表したランニングアップ・ザット・ヒルが2022年に大ヒットしたんです。さらにクリスマスにはマライアの曲も常にランクインしますし、チャートアクションが CD 時代とは違うんです。そしてテイラーのクルーエル・サマー、もしテイラーのツアーでこの曲が良いと思ったとしても、ファンが CD で音楽を聴いていたらランキングのポイントは稼げないですよね。ストリーミング時代だからこそのリバイバルヒットで、もしかしたらそれを狙ったのかなとも思っております。そしてまた代表作となるような作品を発表したのが2020年7月です。それがフォークロアです。アルバムはもちろん、カーディガンはシングルチャートで1位になるほどヒットしました。テイラーの生きる伝説ポイントがここにもあります。ダーク、ポップ、そして落ち着いたアコースティックへサウンドの変化。フォークロアはここ数作の流れとは全く変わっていて、非常に落ち着いたアコースティック主体のサウンドになっています。もともとカントリー歌手でしたので、テイラーが戻ってきたと思った人も多いかと思いますが、実は一周回ってデビュー時のカントリーよりもはるかにアップグレードした音楽になっているんです。非常に現代的なサウンド、曲調になっていますよね。それをテイラーと作り出したのがプロデューサーのアーロン・デスナーです。ザナショナルというバンドのギタリストなのですが、ザナショナルは常に実験的なチャレンジを試みながらも人々の胸に残る音楽を生み出しているバンドです。テイラーはおそらくこのザナショナルのサウンドをイメージしていたんだと思います。フォークロアのピアノの響きを聞くとナショナルだなって感じますよ。実は2020年4月にはコロナの影響でライブがキャンセルになり、その空いた時間で作り始めたというんですよね。それで7月にリリースしてしまうという、このスピード感はものすごいです。イグザイルという曲にボン・イベールが参加しているのも聞き逃がせませんよ。ボン・イベールはオートチューンを多用しながらもナチュラルなサウンドで高い評価を集めているミュージシャンなんです。またエピフェニーという曲は第二次大戦で兵士だった祖父のことを歌ったと同時に、コロナで戦う医療従事者を表現していると言われています。
ちょうどコロナ禍というなんだかよくわからない状況の世の中で、人々の気持ちを落ち着かせてくれたアルバムだなって思います。これがまたグラミーのアルバム賞を獲得いたしまして、すごいスピード感でもクオリティの高い作品を作れることが証明されています。そしてこの年、2020年12月にはもう1枚発表しました。それがエバーモアです。1年に2枚も出すという離れ技ですね。1曲目のウィローはシングルとしても大ヒットしました。テイラーの生きる伝説ポイントがここにもありますよ。手応えをつかんだら絶対につかみ続けるんです。このアルバムはフォークロアの延長線というか姉妹アルバムとなっていて、同じくアーロン・デスナーがジャック・アントノフと一緒にプロデュースをして、サウンドも同じような雰囲気です。こちらの作品にはノーボディー、ノークライムでハイム、コーネーアイランドではザナショナル、エバーモアでは再びボン・イベールと共演をしています。さらにカーボーイ・ライク・ミーではマムフォード&サンズのマーカス・マムフォードがコーラスで参加もしています。テイラーはインスタグラムで曲を書くのがやめられなかったということで、フォークロアに続いてこのアルバムを制作したそうです。前作では祖父について歌っていましたが、このアルバムではマルジョリエという曲で、オペラだった祖母マージョリー・フェンレイのことを歌っていると言われていますので、この曲も注目ですね。そして2021年からは過去の再録アルバムが発売されています。元所属していたレーベルビッグマシーンレコーズで6枚のアルバムを発表しましたが、そのビッグマシーンレコーズが買収されたのです。そしてこの6枚分の原版権の権利がいろいろな人の有名マネージャーとして知られるスクーター・ブラウンの手に渡ってしまいました。もしその楽曲が CM や映画などで使われると、スクーター・ブラウンの収入になるというのです。しかしテイラーは自分で作った曲の出版権は持っていたので、その古いアルバムの曲を新たに録音することに決めました。そこで次々と発表されているのがテイラーズバージョンというアルバムなのです。これがテイラーの生きる伝説ポイントです。逆境を注目に変えて新リリースに結びつける。実は楽曲の権利は非常にややこしいことになっていて、大物ミュージシャンの多くはその権利を管理会社に売っているのが最近の流れですね。ちなみに少し前のことですが、ビートルズの曲の権利をマイケル・ジャクソンが持っていて、ビートルズの曲は映画などでは使えない状態が続いていました。マイケルが亡くなり、発表から56年経ったこともあり、ようやくポール・マッカートニー本人が権利を取り戻せている状況のようです。もしポールがビートルズの曲をポールバージョンで次々に作り直していたら、それはそれで興味深かったですね。ジョージとリンゴもそれぞれ作ったりして。そしてテイラーズバージョンが次々にリリースされる中で、ついに新作がリリースされます。それが2022年発表の10枚目の作品ミッドナイツです。このアルバムは真夜中に書かれた曲が多かったことでミッドナイツというタイトルになったそうです。発売1週目にはシングルチャートの10位を独占したこともで話題になりましたよ。これはやはりストリーミングだからこそのアクションだったかと思います。そして人気は1週目だけではなく、ヒット曲がたくさん生まれました。ラベンダーヘイズ、カルマ、アンティヒーローはどこに行っても流れていましたね。このアルバムではアーロン・デスナーはあまり参加しておらず、ジャック・アントノフがプロデュースを務めています。サウンドはポップな感じに戻っていますが、アコースティックだった前の2作を作ったことで、このアルバムにもどこか落ち着いた雰囲気が漂っていますね。大人なテイラーなイメージですね。このアルバムはバージョン違いがいろいろ出されておりまして、多くの曲が聴ける反面、どれを買えばいいのか悩ましく困惑しているファンも多かったようです。そしてついに2024年の4月に最新作のザ・トーチャード・ポエッツ・デパートメントが発表されました。
このアルバムについてはまた次回たっぷりとお話ししますね。それにしても振り返ってみるとテイラーの歴史は本当にすごいですね。こんな人って今までいらっしゃったのでしょうか。私たちはテイラーの人生の映画を見ているようですね。本当に驚きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。